小倉ゆいのゆいルーム。皆さんこんばんルーム小倉ゆいです。小倉ゆいのゆいルームがスタートしました。この番組はお部屋でまったりとくつろぐような感じでゆるりとお届けしていくラジオ番組です。というわけで今夜で第206回目、今夜もになっちゃいましたけど、リアルゆいルームからお届けしております。というわけで6月に突入しました。ライブ2021、リラブコールもねいよいよ来月というところでどんどん近づいてきておりますが、最近もっぱらねリハーサルもね、いよいよ本格的に始まってきております。感染対策をねしっかりと取りながら、進めているんですけども、そうだな、なんかまだねネタバレにもなっちゃうから言えることをなんだろうって思いながらでも衣装の話前もしたかもしれないんだけど、今回衣装がとっても可愛くてですね、もうそれだけでもね本当に皆さんにねこう楽しんでいただけるんじゃないかなと思うので、まずそれが一つ楽しみなのと、あとはまあ言ってもね久しぶりのライブ、リアルライブなので、まあ自分のね体力的な面だったり、まあ、ちょっとねこうブランクがある分ね、いつもよりもこうリハーサルとかもちょっと慎重にねストレッチとかもちゃんとして、怪我とかねこう体の安全第一でできればいいなという感じでやっております。まあ皆さんもね今回はこういわゆるコールみたいなものがなかなかねできないっていう環境もあったりして、そういう意味ではねお互いにこのちょっとねいつもと違う環境で迎えるライブになるのかなとは思うので、まあそういうところがね実際やってみないとわからないなっていうところではあるんですけどね。まあでも昨年できなかったねこの、ライブのこうラブコールっていう世界観を皆さんお届けするためにですね、いろいろ試行錯誤しながら今絶賛リハーサル頑張っておりますので、ぜひ、どんな世界観なのかとかも含めね楽しみにしていただければなと思います。そんなわけで、そろそろ参りたいと思います。小倉ゆいのゆいルーム、皆さん今日も最後までくつろいでいってくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りします。小倉ゆいのゆいルーム、小倉ゆいのゆいルーム。改めましてこんばんルーム小倉ゆいです。では皆さんから届いているお便りを紹介していきましょう。ルームネームトタンさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。ゆいちゃんが TikTok に上げてくれたトワイスさんのクラクラダンス見ました。動きの速いダンスをキレキレに踊るゆいちゃんはとてもかっこよくて見とれてしまいました。ゆいちゃんに質問なのですが、動きの速いクラクラダンスは何日くらいで踊れるようになるものなんですか、というふうにいただいております。ありがとうございます。あ、クラクラダンスとっても可愛いですよね。私もTikTok を見て知ったんですけど、どんぐらいだろうな、なんかねこう集中して覚えるってよりかは本当に寝る前の時間とかに、それこそ TikTok でいろんなね動画が上がってるので、それクラクラダンスの皆さんが踊ってる映像をちょっと見ながらですね、こういう振りかってところでちょっとずつ覚えていったって感じですかね。何日ぐらいだろう、まあ、でも本気出せば全然なんだろう 1,2 時間とか、あ、そんなかかんないかな、でできるかもしれないけど、特にそんなにこう気合い入れてやってたって感じでもなく、本当趣味の延長でというか踊ってみたいなと思ってお家でね踊ってたぐらいなので、明確に何日ぐらいでとかわかんないけど、でも私 2,3 日とかかな、で寝る前とかにちょびっとやってって感じでした、はい、あとは当日ねリハーサルが終わってからですね、はい、合間なのかな、一応やることちゃんとやってから撮らせていただいてはい、っていう感じでした。まあやっぱあれぐらいねリハーサルスタジオで大きな鏡とかがあるとね、自分のダンスもよく見えて、家で踊るよりもねやっぱり自分のねこう踊りっていうのがちゃんと見えるので、はい、やっぱ踊るときはああやってちゃんとスタジオでね踊れるといいななんて思いながらやってました。ぜひまだ見ていない方いたら見てみてください。
そしてなんか TikTok もね、この TikTok 上げてとか見たいとかあれば随時コメントだったり、なんだろう、まあどこででもいいんですけど、 Twitter なのかわかんないけど、ラジオなのかでもいいんですけど、ぜひ送っていただければと思います。では続いて、ルームネーム春巻さんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームこんばん。ルーム、スマホが壊れてしまい iPhone 12 Pro に変えられたそうですね。早速高画質の自撮りありがとうございます。最新機種の使い心地はいかがですか、といただきました。ありがとうございます。いやもうこれ大変だったのよ皆さん、本当に。ツイッターでねちょっとご報告はしましたけど、前使ってたね iPhone 8かな、8をねちょっと使ってたんですけど、もうそれが壊れちゃって、で機種変をねせざるを得なくなってしまいまして、今はめでたく12 Pro に、切り替えたんですけども、いやでもねとっても私の中で壮絶でして、っていうのもデータが引き継げなかったんです。私のその携帯の壊れ方的にね、落として画面がもうバキバキになっちゃったんですよ。で、なんでそんなバキバキになったかっていうと、もともとちょっともうねひびが入ってたんだよね。そうで、まあこれね、まあやりがちなんですけど、見て見ぬふりをしてたんですよ、私は。そのひび入ってるの、だからそこでねちゃんと修理とかね早めに出しとけば、まあもう防げたし、まあそのバックアップっていうんですかとかもあんまり頻繁に撮ってなくて、もう2年前とかだったんで最後に撮ってたのが。だからその画面がそのなんかねあんま反応しなくなっちゃって、でそうなると結局画面自体の修理を出さなきゃいけないんだけど、でもその修理を出すにはなんかね同意しなきゃいけないんです。そのなんか修理するにあたって初期化をねせざるを得ないくなるかもしれないらしくて、画面を直すってなると。そう、ただ画面が操作できない状態ではそのデータの移行とかなんなりもできないからってことで、もう手のつけようがなくてですね、もう本当に悲しかった。本当にだから私2年分のね思い出とかなんかこうね記録が全部ね吹っ飛びまして。ね、まあ、でも逆に2年前のデータが残っててよかった。それがなかったら真っさらな状態からのスタートだったのでね。でもそれこそね連絡先とかなんかとその壊れちゃった当日とかはもう連絡をどうやって取ろうみたいな感じでパソコンを持ち歩いてね、なんとかこうマネージャーさんと連絡を取ったりみたいな感じで、なかなか大変でした。もうあんな思いしたくないと思って。いつもやっぱ壊れるまで使っちゃうんですよスマートフォンって。なんかやっぱそう機種変とかねそういうの怖いから。でもこんなことになるならもっと早めにね、その画面がちょっとひび割れてるぐらいの時からちゃんとするべきだったなってめちゃくちゃ反省しました。はい、あとはね一番悲しかったのはワンコとの思い出がいっぱい入ってたので、まあ、自分の自撮りとかはもうこの際どうでもいいんですけど、まあどうでもよくないか。そう、自撮りデータが消えたのもちょっとねあれだったんですけど、まあでもワンちゃんのね記録がね飛んじゃったのが本当に悲しくて、しばらくもうね涙の毎日だったけど、でもコンスタントにママとかにね送ってたんですよ結構写真を。だからまあそういうのをね引き出していけばなんとか思い出もワンちゃんとの成長とかの過程とか思い出もまあ全くないわけではないので、まあポジティブに捉えるしかないなと。あとはね12 Pro の使い心地は、最初ねホームボタンっていうのがなかったので使い方が全然分かんなかったんですけど、なんか人間ってやっぱすごいものだなと思いまして、こんな私でもなんか慣れてきました。どうにかなるもんです。あとやっぱねカメラのね性能がいいから、それこそワンコとねの写真を撮るにしても自分でこう自撮り撮るにしてもすっごい綺麗に撮れていて、テープつけた。すっごい綺麗に撮れて、そういう意味ではなんかこういうことがない限り私多分永遠に iPhone 8を使ってたと思うんで、もうポジティブに行くしかないなと。だから変えられてよかったと思うしかないです。今はまあそんなことがあってほんと大変でした。もうしばらくショックでもう食欲なくなっちゃって、ね、でも今はもう食欲も戻ってねたくさんご飯食べてるんですけど、もうそのぐらいね大変でした。やっぱ機械は苦手です私本当に。まあでもこれを機にバックアップとかもやっぱちゃんとしようって思えたので、そういう面ではねちょっと鍛えられましたね。はい、
皆さんもちょっと気をつけてくださいね。では続いて、ルームネームリルさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいちゃんこんばん、ルームお邪魔します。完全セルフプロデュース写真集発売おめでとうございます。今回は写真集のプロデュース、ゆいちゃんの挑戦どこまで行くのかと驚きの連続です。白いゆいちゃんの、オフショット、まあ、先行カットかなだけでもう興味深いです。テーマは色という記事を読んで、雑誌などでたまに見た黒いゆいちゃんもいるのかなとか、やっぱりピンクは外せないなどなど楽しみにしています。今年も素敵なプレゼントありがとうございます。これからもゆいちゃんのいろんな活動を応援しますということでいただいております。ありがとうございます。写真集はですね、いつもだいたい2年おきぐらいに実出していて、成人を迎える前ぐらいからねコンスタントに、出版させていただいたってこともあったんですけど、やっぱり今のねコロナウイルスの影響でなかなかこうロケとかあと海外に行くってのが難しい状況で、ずっとねその写真集をね25歳っていうこの節目の年でどっから出したいねって話をしたままね、なかなか実現せずってところで、やっとねギリギリ滑り込みで、7月に発売ということが決まりました。で撮影自体も全部終わっていて、今はですねまあ私がセルフプロデュースなので、実は写真の構成とかも全部ね決めさせていただいてて、なのですごい作業が多くてめちゃくちゃ今大変なんですけど、でもその分すごく楽しくって、編集さんにもね本当に編集向いてると思いますみたいな小倉さんみたいな編集者うちに3人ぐらい欲しいですって言われたぐらいすごい褒めていただいて、まあわかんないお世辞かもしれないけど、でもすごい楽しくって、なのでちょっと私の新たなその編集技術みたいなとこも含め楽しんでいただけるのかななんて思いながら今絶賛、制作中ですので、楽しみにしていただければなと思います。きっとこの後先行カットだったりいろいろ表紙の写真とかも公開になってくると思いますので、ぜひね、追って情報を確認していただければと思います。というわけでたくさんのお便りいただきました。ありがとうございます。ではここで一曲お届けしたいと思います。今絶賛梅雨の季節ということで、この曲聴いていただきたいと思います。小倉優衣で雨の森は嘘つき。永遠を祈るように目を閉じて、記憶の中の誰を慰めるの。ここだけのりゆいコール。
8月4日日曜日にパシッコ横浜国立大ホールで行う予定の小倉優衣ライブ2021リ・ラブコールをフィーチャーしたコーナーです。それがこのここだけのリ・ユイコール。リスナーの皆さんから届いたもうちょっと何か言いたかった出来事や、なんて言えばいいかわからなかったという出来事をご紹介して、私がみんなに代わってセリフや言葉を考えてコールしちゃいます。ということで早速届いているお便り紹介していきましょう。ルームネームうなさんからいただきました。ゆいちゃんこんばんルーム、こんばんルーム。私はよく友達複数人でビデオ通話をしたりするのですが、いつも、もうそろそろ寝ないとなという時にうまく寝ると言い出せず、結局最後の一人まで残り、つい夜更かしをしてしまいます。こんな時どうすれば自然に寝るアピールをすることができるでしょうか。ゆい先生お願いいたしますといただきました。なるほど、なんか優しい方なんですね、きっとうなさんはね。こう気使い屋さんというか。あー、わかりました。じゃあこういう時にどういう風にしたらいいかね、私が考えさせていただきます。ではリ・ユイコールいたします。言いたい今ここで私のこの気持ちを。あ、ごめん今ちょっと寝ちゃってた。寝落ちをしてみるっていうまあ厳密にはしたふりをするみたいなちょっとカクッとなって、あ、今ちょっとごめん寝ちゃってたっていうと、多分だけど友達の方が気使って、あ、もうね、眠いみたいな、もうそろそろ遅いから寝よっかって切り出してくれるんじゃないかなっていう、なんかこう心理的な作戦でいかがでしょうかはい、では続いてルームネームマカダミアナッツさんからいただきました。ありがとうございます。ゆいさんこんばんルーム、こんばんルーム。私は今年大学受験を控えている先輩がいます。その先輩を応援すべく頑張りんごですと言いたいところですが、逆に圧になってしまいそうなので、何を言えばいいか教えてください、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。確かにね、もうすでに頑張ってる人に対してさらに頑張ってっていうのは酷かなって思いますよね。わかりますその気持ち。じゃあそんなね、先輩に向けて何と言ったらいいのか、はい、私がじゃあ、リ・ユイコールさせていただきます。言いたい今ここで私のこの気持ちを。もし何か私にできることがあれば何でも言ってくださいね。でしょうか。いや、私が先輩だったらこう言われたらなんかすごいキュンとくる気がして、なんて言うんだろう、すごい気が使える子って思われそうじゃないですか。なんて言うの、何かちょっとけなげな感じもするし、なんかこうね、仮にさ何もできることなかったとしても、その思いが嬉しいと思うんですよ先輩はね。なのでぜひ、まあ、受験に限らずね、困ってる人とか身近にいて助けたいなって思ってたら、こういう言葉をかけてあげられると嬉しいんじゃないでしょうか。はい。さあ、こんな感じでですね、私があなたの代わりにいろいろコールしちゃいます。あの時、もう一言言いたかったなっていうエピソードお待ちしております。でもってですね、このリー・ユイコールは、来月のね、リー・ラブコールに向けてですね、復活したコーナーでもあるので、まあ、あと1ヶ月の猶予というところで、ぜひ皆さん、お便り、ライブに向けてね、じゃんじゃん送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。というわけで以上、ここだけのリ・ユイコールでした。小倉ゆいのゆいルーム。もぐらゆいの小倉ゆい日記。穴の中から、あ、なんだっけもぐ。あ、ってことでなんか人間どもからメイド来てるから読んでやるもぐよ。ホールネーム、ホールネーム、そんなのあったっけか、モグ。アナゴからもらったモグ。モグラユイちゃん、グッドイブニング。あ、違ったモグ。モグイブニング。この挨拶いかがでしょうか。あー、今言いにくかったからなし、モグね。あー、そういえばそうそう、このなんか挨拶を決めようって言ったもんは忘れてたモグね。あー、モグラユイね、
でも一個気に入ってた挨拶あったもぐよね。あーなんて やつだったかもぐな。なんかあのほら200回記念の放送の時にあの小倉優衣がピザを頼んでそれに激盛りしたあの、あー思い出した、ハラペニオだったもぐ。あれと絡んだ挨拶がもぐら優衣的にお気に入りだったもぐよね。あ思い出したもぐ、モグペーニョモグ。あーやっぱいいモグね、染み渡るモグよ、モグペーニョ。あーいいモグね、これに決めるモグ。あってことで人間どもの指図は無視して、これからは穴の中からモグペーニョでいきたいと思うモグよ。文句ある人間はおさらばモグね。ってことで今回はそんなところで、早々に穴の中に帰るモグね。次回からモグペーニョでよろしくモグよ。モグバーイ。お送りしてきました小倉優衣のユイルーム、ホープフルデイズを聞きながらエンディングのお時間です。番組では皆さんからのお便りを募集しています。おはがきの場合は郵便番号105-8000に文化放送小倉優衣のユイルームそれぞれの係まで。メールアドレスはユイルームyuirum@joqwild.net です。各コーナー宛や私への質問、楽曲のリクエストなどどんどん送ってきてください。採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。住所、氏名の記入を忘れないようにしてください。たくさんのお便りお待ちしています。ではここで私からのお知らせです。ワイヤレスイヤホン小倉優モデルが現在発売中です。私のオリジナル音声が収納された特別仕様のイヤホンです。ぜひチェックしてみてください。また小倉優ライブ2021リラブコールの開催が決定しています。日程は7月4日日曜日、昼夜2公演となります。会場はパシック横浜国立大ホール。ライブは後日配信も予定しています。詳細は追ってお知らせしますのでお楽しみに。さらに私小倉優衣14枚目のシングルファイティンポーズの発売が決定しました。7月31日から放送開始のテレビアニメジャヒー様はくじけないのオープニングテーマになっています。私は心よくで出演しますのでぜひご覧ください。期間限定版にはミュージックビデオとメイキング映像が収録されます。さらに対象店舗にてこちらのシングルをご予約いただくと、お渡し時にアナザージャケットをプレゼントしますので、詳細は公式サイトをご覧ください。はい、というわけで第206回の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとここでですね、なんか音質、このユイルームの音質についてのメールが来てるので、ちょっとそれをねご紹介したいと思います。ルームネームカツオさんからいただきました、ありがとうございます。ユイルーム201回目からリアルユイルームでの収録で、その上アーカイブもあってすごくありがたいです。それに昨年に比べ音質が向上している気がしました。201回目の冒頭では気がつきませんでしたが、機材が新しくなったのでしょうか。特に気になった回は203回目です。音質が独特でエコーがかかっているように聞こえました。収録されているお部屋が変わったのでしょうか。音質が変わると新鮮で楽しく聞けました。そういえばワンちゃんの声とかいつも全然聞こえませんが、ワンちゃんが寝ている時に収録しているのでしょうか。201回目から心なしかお声の癒し成分が濃く聞こえます。優しいお姉さん声という風にいただいてます。ありがとうございます。機材で言うと実はそんな変えてないのと、あと先週も話したんですけど、その私の iPhone、壊れた事件があったので、私のあの撮ったデータじゃなくって、あのリモートで収録しているので、そのリモートで収録してくれてたスタッフさん側の機材というか音声を使って確かね放送してたと思うので、こう差があったっていう風に感じたのはそこかもしれないですね。あとはまあ家にいる時のその時の自分のテンション感とかでもね、やっぱり声の乗り方が変わってくるのかもしれないですね。やっぱお家で撮ってるっていうのもあって ね、そういうリアルな声、ね、色が乗るのかもしれないですね。はい、あとワンちゃんの声に関してはですね、今もね全然静かで多分寝てるのかな。まあこの間もルパンを登場させた時は一言も喋ってくれませんでしたからうちのワンコたち。あーちなみに今も多分どうだろう、寝てるかな。ね、あのこの間ルパンを出演させたから、ちょっとシオンくんにも登場してもらいたいんだけど、今連れてきちゃおうかな。どうだろう。あ、オッケー出たんで、ちょっと連れてきますね。
寝てたら申し訳ないけど、ちょっと見てみますね。少々お待ちを。はい、連れてきました、シフォンくんです。ちょっとね、ちょうどね、お腹出して寝てたんだけど、ドア開けたら起きちゃって。ごめんね、シフォン起こして。皆さん、聞こえるかな？ほら。もう、ちょっとフンって言ってるの。こんにちはって。でも、ワンは言わないかな、やっぱり。ワンワン。はい、というわけで、ちょっと伝わったかわかりませんが、シフォンくんでした。はーい。そんなわけで、まあ、ルパンが拗ねちゃってる。今の聞こえた声。ごめんよ。あ、ごめんね。ルパン。あ、やっとルパンが喋ってくれた。でもかわいそうに。じゃあちょっともう終わります。すいません。ってわけで、あ、今行くよ、ルパン。今夜はこの辺でお別れです。グラユイのユイレム、ここまでのお相手はグラユイと、シフォンとルパンくんでした。今行くからね。またユイの部屋に遊びに来てくださいね。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。